第12章人格を変革し浄化する方法の基本的理念第1節人格浄化はなぜ必要か精神すなわち人格を扱う分野は今日では心理学や精神医学と考えられています以前ではこの分野は宗教が取り仕切っていました宗教はある意味では人格を変える方法論とも言えます 多くの宗教の初歩的段階はある一定の決まりすなわち戒律を守ることから始まります。前述した真言宗の従前会や旧約聖書のモーゼの実会などはこの人格浄化の初期のプログラムにあたります。宗教というものは信仰の初期の段階で正しい人格的方向づけをしないととんでもない方向に人格が変化してしまうからです。 宗教を信仰し始めると性格が良くなり人から尊敬される人格者になる場合もある反面狂信的で社会的な常識に反するような偏屈な異常人格者編集教内子妄想症パラノイアともいうになる場合も多いのですこのため宗教というとなんとなくうさんくさい怪しげな存在であるいう社会的通念が世の中にあるのです 瞑想法など深層心理を変革するような技法は宗教と共通な点があります。洋が、禅、密教などはその修行の方法論として瞑想法を持っています。瞑想法をやみくもに進めると時に精神異常をきたす場合があることが知られており禅ではこれを魔教と呼んでいます。魔教では恐ろしい幻覚を見たり、 恐ろしい幻聴が聞こえたりまた自分自身が神になったような気分になったりなどさまざまな人格異常が現れてきますこのような人格異常がひどくなると現代精神医学では統合失調症精神分裂病と診断されて社会的廃人として一生を終わることになりますこのような現象はなぜ起こるのでしょうか 瞑想などの深層心理に影響を与えるような心の操作を行うと、普段は抑圧されていて、通常では現れてこない隠れた人格が表面に出てくることになります。人間は誰しも多かれ少なかれ、ある程度のマイナス情念を持っています。恨み、つらみ、妬み、汚い欲望、殺意などが全くないという人は、ほとんどいないのではないかと思います。普段 意識を支配している表層心理がリラクセーションによって緩むと抑圧されている深層心理のマイナスの情念もどんどん表面に出てきますアルコールを飲むと人格が変化することが知られていますアルコールは神経に働いて神経の働きを麻痺させて鈍くする作用がありますですから適量ならば いつも緊張している表面の意識作用をやや鈍くして意識をリラックスさせる作用を持ちます酒は百薬の長と呼ばれる理由はここにありますしかし狩猟がどう越して氷剤意識が麻痺するようになると深層心理に隠れていた別の人格が表面に出てくることになりますこの時に出てきた別の人格がマイナス情念を持っていると 反社会的行動で他人に迷惑をかけ嫌われることになります。即に主乱と呼ばれる状態で大抵はアルコールによるがん障害や神経障害が加わって慢性アルコール中毒と呼ばれる精神病となります。酒に飲まれるべからず百毒の腸という状態になるのです。瞑想などの意識を変革する治療法を行うときは。 誰でも多かれ少なかれ持っているこれらのマイナスの常念を浄化する方法を合わせて行わないと、効果がないばかりか、本人にとって悪い結果を招き、むしろ何もしなければよかったということになりかねません。よく、宗教について、触らぬ神に祟りなしと言われるのも、このようなことを戒めているのです。